エントリーナンバー1番ピチピチヨボヨボの19歳福島県出身のトベリサコです。好きな食べ物は結構親父系のものが好きで、タコワサだったり枝豆だったりサバが好きです。大学の学食ではサバの味噌煮定食が一番大好きです。はい、でここでモノマネをやろうと思うんですけど、しずるさんのちょっと、あ、村上さんの下の名前をちょっと借りて、はい、あの携帯恋愛ゲームによくある女の子をやらせていただきたいと思います。携帯恋愛ゲームに出てくる女の子のモノマネを、はい、僕の下の名前を使って。そうですね、なるほど。ちょっといいですか。じゃあいきます。はい、じゅんくん、私なんだろうこの気持ち、これってこれって恋。ありがとうございます。ちょっと池田さん、こういった形でプロデューサーを揺さぶる作戦はありなんですか。はい、それはね、恋だよ。恋なんですね。うん、恋だった。恋愛シミュレーションゲームですよ、ね、恋だった。いいですね、トメさん、すごい。ねえ、こんなエントリーナンバー1番の方から直々にプロデューサーに色仕掛けを使ってくると。いや、素晴らしい。ねえ、ドキッとしちゃいましたよ、私。いや、ね、すごかったね、今のね。はい、衣装があのピーターパンみたいな。やめよ。関係ないでしょ、この確かにね、永遠の10代みたいな感じの。ピチピチヨボヨボっておっしゃってましたけど、 そ、ね、それは、はい、結構、着物なんですね。あの着物なんですよ。着物女子ってこと。そうなんですよ。家で本当に12時間以上ずっと寝ちゃうとか、休みの日は あんまり出ないとか。19歳で。そうなんです。だからちょっと18になったあたりから腰も痛いなっていう。はいはい、すごいですね。整体が良いっていう。最近のアイドルはヨボヨボ感を PR に持ってくるんですね。まさか腰に爆弾を抱えてるアイドルが。腰に爆弾を抱えたアイドル、19歳です。秋山以来ですかね。野球の秋山ね。ピンとこない。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、素晴らしい。衣装も自分でね、用意されたということだと思うんですけどもね。緊張しますよ ねトップバッターを見事務めてくれました。ありがとうございます。さあ、どんどん前の衣装、続いてエントリーナンバー2番の方です。お願いいたします。你好，红色、蓝色、黄色、白色的花朵，我想染上你的颜色。我叫千吉千波。はい、私は中国からの帰国子女、白花千波です。私、あの日本人に私の名前を自己紹介するだけでちょっと卑猥に聞こえるってよく言われるんですけど、ちょっともう一回聞いてもらってもいいですか？我叫千吉千波。はい、ありがとうございます。名前だけでも覚えて帰ってください。私はすいません、名前だけ覚え、いえ、他のことを覚えて帰ってきそうですよ、皆さん。チンチン十分です、覚えて帰ってください。完全に言ってますよね、はい、池田さん。いや、その前におっちゃんのって言ってません？言ってません。おっちゃん、だいぶ興奮します。そしたらこの辺のおっちゃん方々が言ってないか、ごめんなさい、言ってない、うん、お名前を言ってます。ちょっともう一回お名前、チンチン十分。その前、なんて言います？お、じゃあ、チンチン十分。ほら、あ、ねえ、おーちゃんの、聞こえるよね。あ、うん、聞こえる。ごめんなさいな、自己 PR ごめんなさい。すいません、はい。で、私はあの高校の時にちょっとあのもう学校に行きたくないなって思うことがあって、引きこもってる時代があって、で、はい、で、いや、名前のせいでって言ってますけど、名前のせいで引きこもる可能性があるのは日本の方だけなんですよ。あれ、違いますね、はい、中国ではね。で、あの、で、テレビを見ていたらお笑いブームで、で、しずるさんが出ていて、あ、笑っている時はこんなに楽しくなれるんだ、あ、私もしずるさんみたいな芸人になろう、よし、お笑いやろう、そう思って私引きこもりやめたんですよ。しずるさんのおかげで本当に引きこもりやめたんです。本当これ嘘なんじゃないですか。で、お笑いこれ嘘ですよ。合格合格合格。池田さん騙されてますよ。これ嘘ですよ。嘘か。僕と池田はもうこれで、え、本当なの？で、あの芸人さんをやらせていただいて、あの3年間ぐらいやってたんですよ。芸人やってた。高校生の時に高校生芸人としてあの単独ライブやったりとか、いろんなライブに出たりしてたんですけど、相方が渡米しまして、アメリカ行っちゃったんですね。もう大学になってできないってなった時に、まあ。アイドルを見つけてアイドルやってたんですけど、でももう一度どうしても笑いがやりたい、そう思ってた時にこのしずる村上さんがプロデュースされるアイドルがあって、お笑いもやらせていただいて、もう私にはこれしかないって思って今回応募させていただきました。はい、すごい脚本が練り込まれている。脚本とか言わないでよ、しずちゃん。心の叫びを言ってくれてるんですよ。そうですよね、うん、本当に
あ、じゃあもう採用するしかないんじゃないですか。だってなんかね、シズルをね、きっかけにね、なってくれた。本当かな。で、私、最後に一つだけいいですか。学校の友達によく気持ち悪いって、猿みたい気持ち悪いって言われるので、ジャングルにいそうな猿のモノマネやらせていただきます。お、切れ味鋭かったですね。ねえ、すごい。いや、すごいですね、チンチンポーさん。そこだけ際立ってないで、ね、チンチンポーさんじゃないんですよ。え、違うんですよ。あ、しら、しらはなさん。しらはなね、ちなみさんですか。帰国子女ね、すごい。あー、多岐にわたりますね。名前も嘘なんじゃないですか。全部嘘なの。え、白花ちなみさん本名ですよね。あ、はい、本当にチンチンチンポーって言います。あ、チンチンチンポーですね。ねえ、チンチンチンポー、チンチンチンポーです。お茶のチンチンチンポーですね。完全に言うなよ。完全に言うなよ。あ、ブー、ごめんなさい、ブー、ごめんなさい、ね、なりましたよ、こんなブーなんてあったんですけどということで、ありがとうございます。そしてじゃあ次ですね、エントリーナンバー3番の方、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。エントリーナンバー3番、静岡県から来ました永井優里です。よろしくお願いします。はい、自己紹介をさせていただく前に皆さんにお願いがあります。私が目にはって言ったら目を、歯にはって言ったら歯を、愛にはって言ったら愛をとコール&レスポンスしていただきたいんですけど、やってくれますか。ノリがいい今日のお客さん、ありがとう。ありがとうございます。いきます。目には目を、歯には歯を、愛には愛を。あなたの愛を100倍返し、ゆうちゃんこと永井優里です。よろしくお願いします。皆さん今日は来てくれてありがとうございます。最後まで楽しんでいてください。突然ですが、ここでモノマネと歌を披露させていただきたいと思います。モノマネの方はクレヨンしんちゃんのモノマネで、歌の方は、松たか子さんのレッドイットゴーのありのままでをしんちゃんが紹介してそのまま歌います。はい、いきます。ほほい、おら野原しんのすけだぞ。今からゆうりお姉さんが歌を歌ってくれるぞ。ありのままの姿見せるのよ、ありのままの自分になるの、何も怖くない、風よ吹け、少しも寒くないわ。はい、ありがとうございます。今日はありのままで頑張らせていただきます。最後までよろしくお願いします。はい、素晴らしい。度胸が、度胸がすごいですね。歌はやられたんですか。歌は、いや、全然アマチュア。あ、全然やってねえの。はい、あ、そうなんだ。口汚いねえの。やってねえの。すごいっすね。うん、すごい。歌が大好きなので、独学で。あ、すごい。ほうほう、おはら、おはら、野原しんのすけ。野原しんのすけ。どこ忘れてるの。すみません、それ知ってるでしょ、元々しんちゃん。めちゃくちゃ似てましたけど ね。正直、野原しんのすけって言った時に皆さん、あ、聞いたことあるけどなって雰囲気ありましたけど、ね、よくあるなってありましたけど、クオリティは高かったです。ねえ、はい、よかったでしょ。しんちゃんいかが。あ、よかったです。なんだお前は。はっきりしてますね。意見がある時とない時がね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。A グループ3人、終わりました。A グループ最後でございます。よろしくお願いします。